やばい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 ほんまにやばい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 やばすぎるジャンプ42号シャキリーということですね。今日はこのスマホで読んでいこうと思うわけなんですけども、はい、まあ、ということで皆さん久々のシャンクス登場、驚きました。まさかここでね、あのシャンクスが出てくるとはね、全く予想もしていなかったと言ったら嘘になるんですけども、まあ、世界情勢よりちょっとは描かれるかなと思ってたんですけど、いや、ここでバルトロメオの剣を回収してくるっていうのは、いやー、普通にめちゃめちゃびっくりしました。まあね、まあ、バルトロメオっていうと、まあ、ちょうどね、今回の話でも書かれてたんですけども、シャンクスの赤髪海賊団の旗を燃やしたということがあったんですよね。で、そこで、けじめはけじめというところで、ガルテルと沿岸を決めて、バルトロメオ海賊団の船、撃沈、生死不明。赤髪海賊団どんだけ船壊すんよ。新世界まではるばるやってきた若い目をつぶんじゃないよ。いや、でもね、これはね、すごい嬉しいというか、もう4校同士の戦いになってきたんやなーっていうところもあるし、何よりも良かったのは、まあ、やっぱどこかね、最近のシャンクスでちょっと様子おかしかったじゃないですか。ワンピースに興味ないと思っとったのに、そろそろ取りに行こうか、ワンピース。とか言ったり、若い目を摘むなって言ってキットをボコボコにしたり、どうしたんって思っとったんやけど、やっぱこの根は変わってないんやっていうのが、まあ、今回ある意味分かったというか、まあ、だって嬉しいじゃねえか、ルフィがあんなに思われて、みたいなことを、まあ、言ってね。やっぱりね、まあ、この海賊団で、まあ、お頭はね、まあ、ちょっと甘いところがあるっていうのが、この赤髪海賊団なわけなんですけども、まあ、そのけじめを、まあ、しっかりとこの周りがつけているっていうのも、なんか昔から一緒やなーっていうのがね、改めて分かったんでね、まあ、すごい良かったなと思いますね。まあ、実際ね、シャンクスとルフィの幼少期、一番最初一家の話とかも、まあ、あんな感じやけども、お頭やからってことをしっかりベックマンが言っておりましたし、自分の島に、まあ、砲台を向けたから、ドリーとブロギーが破壊したみたいなのも納得できますし、まあ、今回ね、このヤソップでけじめって言ってるのもね、まあ、すごい良くて、まあ、というのも、やっぱウソップって、まあ、もともとね、ウォーターセブンの時に、まあ、ルフィと喧嘩したわけじゃないですか。で、まあ、ゾロに、やっぱお前は船長として、一度、船を降りると言ったやつを簡単に迎えちゃいけないと、そこはけじめをつけろっていうことを言っていて、で、ウソップが、ごめんって言って、で、まあ、もう一回仲間にしてもらえたっていうけじめをある時もしっかりつけてるんですよね。で、それを、まあ、しっかりと親であるヤソップは、まあ、やっぱこういったことをなーなーにせず、けじめをつけれる男として描かれているっていうのも、赤髪海賊団っていうのは、やっぱりこの麦わらの一味の、まあ、お父さん的存在というか、やっぱり超えていくべき存在なんやなっていうところも改めて描いてるなっていうことは思いました。まあ、でね、バルトロメオ、まあ、もちろん心配ではあるんですけど、まあ、きっと僕は生きてると思うんですけど、バルトロメオもほぼほぼ 100% 生きてます。というのも、麦わらの一味、大船団というのはですね、この後歴史に残る一大事件を起こすということを言われてるんですけども、この一大事件が何かっていうことは言われていないんですよね。まだ原作で描かれてないんですよ。ドレスローザの最後にもうこれ言われていたのに、未だにその伏線っていうのは回収されていないと。で、バルトロメオというと、別に今回の件があったからといって、除名されたわけじゃないと思うんですよね、麦わら大船団を。そう思えば、この麦わら大船団の大事件が起こすときに、はこうやって改めてやってきてくれるんじゃないのかなと。で、その時には僕の予想なんですけど、ゴーイングルフィ先輩号から進化してサウザンとミカジョイボーイ号になってると思うんですよね。それぐらいの、まあ、進化のためにゴーイングメリー号とね、まあ兄弟戦なわけじゃないですけども、まあ、ルフィを進行していた、まあ、この船というのが沈んでしまったわけなんですけども、まあ、まだね復活するチャンスっていうのはあるなと思っていて、でその復活っていうのは、まあ、このサニー号の名前を冠して、まあ、船が出てくるんじゃないのかなっていうことは思っております。まあ、そうやるとね、まあ、すごい物語としても美しいなと思いますし、まあ、パワーアップして帰ってきてほしいなっていうところがありましたね。はい、まあ、ということでね、今週はですね、もうシャンクスも出てきたし、黒ひげも出てきたし、ボニーのこともあるし、そしてナミさん、ルフィのこともあるんで、ね、もう、ね、一気に話していきたいんで、ね、もう最初からどんどん話していこうと思うんですけど、まず1126は落とし前というところですね。まず、まあ、ここでヤマトが出てくるんですよね。で、まあ、よくね、この扉絵とこの落とし前絵っていうタイトルが一致するから、青鬼の子ヤマトの恋なり大さん、そばやクリの娘たちが行方不明と聞くというところで、落とし前絵というタイトルがシンクロしてくるってなると、まあ、ちょっと良く
ない展開がこの後待ち受けてるのかなと。ヤマトっていうのは、まあ、やっぱりね、まあ、このちょっと前の扉絵でも書かれましたけども、カイドウの息子であるということを育てられて、まあ、カイドウというとワナ国を圧政しておりましたから、どうしてもその国から嫌われているんですよね。国民の多くからは、カイドウの息子というと、まあ、親族やってたら、そりゃそうですよ。で、それだけの理由でやっぱ嫌われちゃうと、それは黒ずみ、オロチが黒ずみっていう名前で嫌われてたのと同じ理由で、カイドウの関係者っていうこと、親族ということで嫌われてるとかあると思うんですけど、その落とし前をつける旅でもあると思うんですよね。で、その落とし前をつけていくために、まあ、この行方不明を聞いて解決していくんじゃないのかなってことは思いました。で、まあ、やっぱね、これ今お蕎麦屋巡ってるわけなんですけども、まあ、その前は港友さんとかもいなくなっておりましたから、まあ、これはね、ルフィたち、まあ、サンゴロウがね、蕎麦屋やってたりとか、フランキーが大工やってたりってこともあると思うんで、まあ、麦わらの一味それぞれのこの役職がやってるところも回っているのかなっていう感じはしますよね。はい。じゃあ、本編の方も行こうと思うんですけども、これね、ちょい店見た時から、めっちゃ感動してたんですよ。今週、ここ。めちゃめちゃいい。お前ら、ウォーターセブンで別れた後よ、老いたち、やっぱ、お頭たちの顔を一目見ようと、リトルガイダへ行ったんだと。そうだったのか、ダハハ、気になるような100連だもんな。そしたらどうだ、二人が武器も持たずに殴り合ってたんだ。ガバババババ、なんで、ゲゲゲ、わけあって折れた。ここがまずね、いいんですよね。この武器がなくなったのって、ルフィたちを出航するために、巨人族の技を使ったからじゃないですか。それで武器が潰れちゃったっていうのがあったわけなんですけども、それをルフィたちには言わないんですよね。ここがやっぱ、粋というか、男、エルバフの戦士のかっこよさ、みたいなところが、まあ、出ているなと。で、まあ、その上で、こんな頑丈な二人が殴り合って死ぬと思うか、ダワはちげえねえ。勝負は死で決まるのに、結局こいつらに止められてよ、俺たちも一度エルバフへ帰ったんだ。武器を取りにな。武器を取りに行って、まだ続きやるつもり、無論と。そう。まあ、僕は、シャンクスが、ね、キッと戦った時にドリーとブロディが出てきて、ずっと言ってました。おい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 、エルバフの戦士さんよ、と。死を持って決着すると言っとったのに、どっちも両方生きて出てくるっていうのは、反則なんちゃうんか、ダメなんちゃうんかと。そういうことを思ってたわけなんです。まあ、でも、それは、ドリーとブロディのね、可愛い後輩の、まあ、お妹カーシーが、ま、なんとか説得したんでしょうね、それぞれのところに行ってね。猫マムシと犬嵐を、の仲介をしたように、まあ、これ説得し合ったんでしょうと。で、この説得して、エルバフに連れて帰って、今は、これ、休戦中やっていう、しっかりとした理由が説明されて、その理由っていうのが、死をもって完結する戦いに、お互い死なないと分かっている状態でやる意味がないよねっていうところやったんで、なるほどなと。まあ、これは一本取られたというか、いや、それすごいなーっていう、それはめっちゃ納得できるなーっていう理由やったんで、で、まあ、ウソップが改めてね、まあ、ここでナミが、まあ、呆れたって言ってるのに対して、おいナミ、お前はリトルガーデンで何を学んだんだーっていうところでね、まあ、ちょっと強火のエルバフ選手オタクをやってる感じもね、すごいいいなと思うんですけども、まあ、実際やっぱ僕らもエルバフの選手のこの、ね、教授にはすごい憧れている部分があるんで、まあ、ある種良かったなーっていうところがあるんですよね。まあ、ただやっぱ一つ気になるのは、今、この二人っていうのは一緒にいるし武器もあるのに戦っていないところじゃないですか。で、まあ、かつてね、リトルガーデンにいた時もこの火山が噴火したら戦いの合図っていうのがありましたけど、何か戦いの合図が決めていて、それがまだ起きていないから、まあ、2人で一緒にいるのかなとか、なんかそういった感じは思いましたね。じゃあその合図きっかけとなっているのは何なのっていうのは少し気になりました。そして僕ね、しまったんですよね。ワンピースの最終回ラスト3話以内にドリーとブロディの決闘シーン描かれます。多分これぐらいのコマで、ちっちゃい、お互いが戦って、お互いが楽しそうにしてるところで終わります。なんならお芋とカーシも戦うかもしれません。それがエルバフの選手なんでしょう。ということでね、ここでね、エルバフの選手の話すげえなって思ってたんですけど、もう一個注目しとかないといけないのがあって、それが、強めだな、この酒。こいつはアブさん、緑の妖精と呼ばれる酒だ。幻覚見ることがある。気ぃつけろ、ギャギャギャ。という怪しいことを言っているんですよね。で、ここでお酒を飲んでいるのがナミ、ゾロ、サンジ、ウソップなんですよね。で、これがまあ一つ重要になってくるかなっていうことは思いました。で、まあみんなね、楽しそうにどんちゃんどんちゃん騒いでるわけなんですけども、ここでさらっとね、やっと一緒に見れたね、水平線ってことで、ボリーとクマが親子対戦満喫してるんですよね。で、このクマの顔、もう作中一番笑ってますよね。こんなにボロボロになった状態の、まあ、クマさんなわけなんですけども、まあ、革命軍仲間たちの元から、まあ、わざわざ飛び立ってまで、なんで、まあ、出てきたんやと。それは、この時のためやったんやなと。ボニーと一緒に水平線を見るためやったんやなと。で、
俺もうこれすごいいいなって思うのは、ボニーも、まあ、正直もう海に出て、まあ、そこそこ冒険してるわけじゃないですか。でもね、2年は冒険しているわけですし、で、まあ、クマもクマで七部会をやってたぐらいですし、まあ、海賊となってだいぶ経ってるから、まあ、その水平線をそれぞれ見てるわけなんですよね。でも一緒に見るっていう約束は、まあ、ずっと果たせていなかったわけなんですよ。で、それをなんかちゃんと覚えていて、その約束をずっと大事にしていたこのボニーっていうのが、まあ、改めてめちゃめちゃ可愛らしいなっていうのはね、まあ、すごい思いましたね。いや、これはね、めちゃめちゃいいです。で、まあ、そこでね、まあ、楽しく続いていくわけなんですけど、この時にはね、しっかりとね、325がちっちゃくで映っているんですよね。これ重要ですね。で、続いて、1ヶ月以上前、ここ新世界、ガルテル島にて、事件が起きたと。はい、まあ、ということでね、ここでガルテルという新しい島が出てきたわけなんですけども、これですね、一つ思っているのが、比較的、エルバフから近い島なんじゃないのかっていう。シャンクス直前はワルプにいて、そこからキッドとエルバフで戦って、でこのガルテル島に行ったということが見られますから、それを思うと実はバルトロメオ新世界の中でも相当冒険進んでるんじゃないのかってことを思うんですよね。他のムギャラ大戦団ももしかしたらこれぐらい進んでるってなると、ムギャラ大戦団やっぱりこの最終決戦のためにはかなり近くまで来ているんじゃないのかなっていうことは今回改めて思いました。なんていうか、普通にかなり実力をつけてますよね。で、まあ、このガルテルって、まあ、ちょっと調べてみたんですけど、なんか調べてみたら、ハシディズムで用いられた黒い腰紐っていうことで、ガルテルはこのドイツ語から来ているみたいな話なんですよね。まあ、なんかこのユダヤ教の運動だとかなんだとかそういったものが出てきたんですけども、まあ、もしかしたら、ガルテルという島がなんか特殊な大事な島とか、まあ、もしかしたら宗教絡みでニカと絡んでくるんじゃないのかとか、まあ、そういった感じの島の可能性ってのは全然あり得るなと思いましたね。で、まあ、ここでね、まあ、バルトロメオが、まあ、扉絵でね、まあ、ずっと燃やしたこの旗なんですけど、この扉絵連載ですね、875話にこのバルトロメオがこうやって燃やしているんで、まあ、それを思うと、まあ、めちゃめちゃ長いこと時間かかったなと、回収までにと思うわけなんですよね。もう今1126話なんで。で、まあ、そんなに回収かかったんですけど、これ作中の時間で言うと1ヶ月以上前となっていて、まあ、ルフィたちがこのホールケーキアレンダーだと出るか出ないかぐらいの時期なんですよね。まあ、つまりワノ国よりも遥か前ぐらいの頃に、まあ、こういったことがありましたよっていう話なんですよ。海賊人食いバルトロメオが四皇赤髪シャンクスの縄れで町にかけられた赤髪の海賊を召し、皇帝のメンツを潰したと。で、これなんでこんなことしたのっていうのは結構ずっと言われてたんやけども、申し訳ねえべ、オラはそったらことも考えなしに無知で愚かなことをしたと、ということを言ってるんですよね、バルトロメオはと。だから、まあ、本当になんかちょっとふざけてというか、まあ、ルフィとこのシャンクスの関係性もあまり知らずに、まあ、やっちゃったところがあるんじゃないのかなっていう気はしましたね。まあ、そう思うと、まあ、バルトロメオほどのルフィマニアでも、ルフィとシャンクスの関係を知らないとなれば、基本的にルフィとシャンクスの関係っていうのは、なんか僕たち読者にとっては、まあ、めちゃめちゃ強固やし、ルフィの憧れた海賊だっていうことは知ってますけども、それ以外の海賊にとってとか世界政府にとったら、ほとんど知らない情報なのかなっていうのを、ちょっと思いましたね。はい。で、まあ、実際このバルトロメオなんですが、これを許すと他の島々や海賊たちに貸したこの旗の信頼がなくなり、俺の友人たちが危険にさらされてしまうっていう、まあ、シャンクスがね、当たり前のことを言うとるんですよねと。で、こいつは猛毒だと。1ヶ月以内に無理やりルフィ飲ましてこいと。本郷さんがなんてこと言うんやと。まあ、でもね、まあ、ちょっとここでルフィにとか言わずに、麦わらのルフィっていうちょっと他人行儀に言うのが本郷さんらしいというか、まあ、知的な感じがしますよね。本気じゃない感じもやっぱちょっと伝わってくるというか。で、まあ、激痛とともに全身から血を吹き出し絶命する。お前の親分に責任を取らせる。そんな、なんでルフィ先輩たちがって言ったら、まあ、バルトロメは有無を言わさず、その毒を奪い取って自分が飲み切るんですよね。はい。で、そしたら、バルトロメはね、ルフィ先輩の杯も旗もオラだと勝手にもらったものだ。だからルフィ先輩には関係ないし黙っててほしい。オラなんかのために先輩の大切な時間を1秒たりとも使ってほしくねえから、この件はオラというチンピラが勝手に四皇に立てついて殺されただけのよくある話。オラだって見たかったルフィ先輩が海賊王になる姿。バカだからしくじった。チキショー、以後頼め仲間たち。さらばだ仲間たち。と言ったんですけど、まあ、ここで一つ思ったのは、バルトロメは笑わないっていうところなんですよね。これ D やったら笑うと思うんですよ。
俺だからもう一回バルトロメオって死ぬような瞬間が来るんじゃないのかなっていうのは今回逆に思ってしまって、俺麦わら大船団将来ルフィが全員 D を与えるみたいな展開があったとしてもおかしくないと思うんですよね。かつてジョイボーイの仲間って多分そうで、そのネフェルタリ家とかもジョイボーイから D を与えられたと思うんですよ。そう考えたらバルトロメオぐらいの距離感の仲間にもやっぱ D を与えていたってことはあり得るんじゃないのかなってことを思うと、今はこれ笑っていないけど、次バルトロメオがもしなんかピンチに陥った時には笑う。で、その時にはバルトロメオは実は D を監視しているみたいなことがあれば、今回このバルトロメオをわざわざ死に追いやった描写を描いた意味があるかなと思ったんですよ。なんか僕は最初読んだ時は赤髪海賊団、まあ優しいからこういう覚悟を試しただけなんやなってことを思っとったんですよね。で、実際、まあ、バルトロメオたちも四皇通から恐ろしい男かと思ったが案外アメンダベなってことを言ってたんですよ。でも俺この甘さこそがなんかシャンクスっぽいなって思ってたら、まあ、ヤソップがけじめはけじめと言ってバーンやったわけなんですけど、じゃあヒットの時みたいに最初からバーンとやっとけばよかったなと思うんですよね。俺だからここがなんかそのバルトロメオのこの死に顔をわざわざ描いたっていうのが今回何気に重要になってくるんじゃないのかなっていうことは、まあ、すごい思った描写ですね。で、あとはこれもし、あ、わかりました、ルフィ先輩のとこ行ってこれ届けてきますって言った時は俺シャンクスがカムサリしてたんじゃないのかなとも思いました。まあ、というのもシャンクスはここでだって嬉しいじゃねえか、ルフィがあんなに思われてっていうところで、まあ、やっぱりねそれでニヤニヤついしちゃうぐらいシャンクスは喜んでいるわけなんですよ。まあ、だからこそヤソップが代わりにやったっていうのもあると思うんですけど、まあ、元々ね、まあ、シャンクスというと、まあ、結構その自らカムサレをやったりだとか、まあ、仲間たちを守るためなら自分が行くっていうタイプやと思うんですよね。で、自らが行くことでその道を切り開くというか、まあ、ヒグマの時とかもそうでしたし、まあ、頂上戦争とかでもそうやったわけじゃないですか。でもここで、まあ、あえてこのヤソップとかに任せてるとか、ドリーとブロディとかにこの追い打ちを任したっていうのは自分が、まあ、カムサレの後になんか追撃することもできたと思うんですよ。でもそれは本当に、まあ、若い者の目をつむ行為だからやらないと。でもけじめとして最低限それぞれに後輩に託すわけじゃないですけど、任せているからこそなんかまあ結果若い目は積んでいないんじゃないのかっていう、まあなんかすごい好意的に解釈するとそういう結果になったんかなと思いましたね。で、まあ、続いて黒ひげなんですけど、こっちはですね、あのピサロが激詰めされてるんですよね。どうなってんだピサロ、俺の犬間に。いや、そうなんだが聞いたよな、世界がいよいよ動き出す。ポーネグリフはもう裏の世界の知識じゃねえ。早い話、四皇同士の石の奪い合いだ。政府海軍も絡んでくるぜ。あいつら無視して勝ち抜きはしねえぞ。そこに必要なカードがコビーだろ、それを逃げられたなんて。ごめんごめん、ティーチ、話を聞いてくれ、話を。まあね、めちゃめちゃ報告下手やなピサロ。まずガープを捕らえましたから言ったらよかったよ。多分ティーチ帰ってきました。ティーチ聞いてよ、コビー逃げられちゃった、お前ありがとうおらーみたいな。で、しかも話を聞いてくれって言われて、多分コビーに逃げられたって言った後に、まずモリアを逃がされてだにゃーっていう、お前も失敗から言うタイプなんやね。ちゃんとやったことから言えばいいのに、あの失敗から言うからティーチも激怒なわけなんですよ。でもここでやっぱりさらりとあのモリアは逃げてるってことが分かったんで、まあ、やっぱりねモリアクロスユーというです。いや、これ来ますね。物語はどんどん盛り上がっていきますよ。で、モリアも逃がしたのか。提督、俺たちはいつでも準備できてんぞ。ワンピースを手に入れるのはあんただよな。黒ひげで世界取ってみせてくれっていうことで、まあ、黒ひげ海賊団の士気が上がってるんですよね。で、それで普段申し付けせろ。コビーは逃がしたが、正確に言うなら殺したつもりが生きてたってだけだが、とんでもねえ手柄だ、普段。他の誰があいつを打ち取れる。いやー、寄ってたかってやっとさ、というところでガープが出てくるんですよね。そしてガープが生きてました。まあ、てか、普段は殺そうとしたと言ってますけど、本当かなっていう感じはなんかあえてやっぱここで思っちゃいますよね。で、まあ、ガープを捕らえたと。ぜははは、最高じゃねえか。いや、ティーチ、価値は上がったろうっていうことで、まあ、ピサロもね、あんだけボコボコにされてたのに、こういう後輩よいしょムーブができるのは偉いなと思いますね。で、まあ、風向きがいいな。海爪娘も手に入れたな、オイラフィットにつなげっていうところでね、やるんですけども、プリンちゃんがね、雑に扱われてるんですけど、いやー、僕プリンちゃん好きなんでね、ここは
ね、早くサンジが助けに来てほしいですね。かわいそうですよね。こんな黒ひげなんかにね、雑にね、触られて、毛むくじゃないからね、ちょっとね、汗もかいてるかもしれないし、気持ち悪いかもしれないからね、ちょっと良くないよと思うんですけど、まあ、そんな中でもね、気丈に、ふんって言ってるのはね、さすがビッグマムの血が入ってるなっていうのは思いますね。でね、まあ、ここでね、まあ、ラフィットに繋がれるわけなんですけども、ここで海とか出てくるんですよね。闇の支配者のうちの一人、まあ、海運王ウミットというのがいるわけなんですが、まあ、その、まあ、関連会社だろうウミットシッピングというのがここで描かれておりまして、しっかりと黒ひげと繋がっているように見えるというのも、まあ、面白いですよね。ラフィットがそこにいるだけなんで直接の繋がりが描かれたわけじゃないんですけども、まあ、もしかしたら黒ひげは、まあ、やっぱね、クロスギルドが闇の世界と繋がっているように、まあ、黒ひげも、まあ、ある程度闇のブローカーたちと繋がっているんじゃないのかなっていう感じはしました。でもしかしたらクザンというのはなんかそこに利害が一致したとかそういうことがあるのかもしれないですね。だからこそクザはもともと闇に繋がってると言われていたとか、まああり得るなと思いましたね。でなんですけど、まあ革命軍はどうしてるという質問に対して、奴らの兵糧止めは本気ですね。レッドポートのボンドラは故障続き、特に食料を乗せた時は動かないと。なるほどなと。革命軍マリージョンに攻め入って、クマの奪還こそは成功したものの、まあ、あんまり多くの成果を上げれなかったなっていうことを思ってたんですけど、あれは宣戦布告と兵糧攻めのためにやっていたんやなっていうのを思うと、いやこれはまあかなり長期間のこの戦争の様相をまあやってきたなってことを思いますね。で実際ただでさえ各国の運搬を止められた食料海軍が何とか確保してもボンドラが墜落、あの天竜人からガシャが出るなんてことになれば前代未聞ですね。面白いということで、なのでかなり、まあ、天竜人対革命軍の戦いも佳境になりつつあるというか、まあ、ここでね、まあ、しっかりと戦争が行われてるんやなっていうことは思いましたね。でまあゼハッハ楽しんでねえだ、お前は準備を整えろということで準備を始めさせられるわけなんですよね。で一方海賊島にはさらにまた黒い海賊団が帰ってきまして、それがね、まあ、デボンと、バンオーガなわけなんですけども、まあ、カリブをね連れて帰ってくるわけなんですよ。はい、エッグヘッド組なわけですね。入港するわけなんですが、まあ、海賊島の入港方法がまさかのピサロの能力を使って入港ということで、まあ、ここで一つ思ったのは、まあ、王直、まあ、海賊島の主やったってことは言われているわけなんですけども、海賊島ってもしかしたら、まあ、王直がもともといたということが言われていて、でこんな特殊な入港方法をしないといけないっていうことは、王直こそ元々の島々の実の能力者やったんかなってことは思いましたね。で、まあ、黒ひげ能力で奪って、で、まあ、ピサロにあげたんじゃないのかなと、まあ、そういったことを思うと、まあ、王直は再登場するかもとも言われていましたが、もう死んでしまったんじゃないのかなと、まあ、白ひげと同じように、まあ、悪魔の実を奪われて亡くなったっていうことが考えられるかなっていう気はしましたね。まあ、こんだけ特殊な入港方法やと、まあ、もし海賊島を舞台に戦うとなったら、まあ、かなりやっぱりピサロがいる側がね、まあ、有利なんでね、あのガープみたいにね空から飛ぶとかそういうことをしない限り、まあ、結構入港一つ苦労しそうやなってことは思いましたね。で、まあ、ルフィたちサイドになるんですが、エッグヘッドから、まあ、出港して2日経ったのだがまだついていないという話なんですよね。本来ならついているはずなんですけど、まあ、それが、まあ、サニー号がそもそもなくなって、で、まあ、見つけるんだ必ずこれじゃエルバフに帰れない、お魚に噛み砕かれちゃったのかしら、ここらの魚でかくて否定しきれないからやめろ、どこ行ったんだルフィということで、まあ、ルフィを探してね、まあ、みんな大慌てなんですよ。まあ、実際ですね、この辺の魚めちゃめちゃでかくてびっくりしますね。まあ、島食いクラスの魚もおるんちゃうんかっていうぐらい、まあ、でっかい海洋類みたいなやつらがおるんですけども、まあ、そんな中で、まあ、ジンベエ、ボニー、ロビン、フランキーあたりが、まあ、わちゃわちゃしているんですよね。またリリスもいますね。まあ、リリス思ってるでしょうね。目覚めたらわけわからんどんちゃん騒ぎの中にずっとおるんやけどみたいなね、びっくりしたでしょう。はい、次のページどうなるんかなと思って、ナミおい起きろ、うーパチいたただちょっと飲みすぎちゃう、あれめちゃめちゃびっくりしました。これ何がびっくりしたかと、ナミさんの格好、こんなセクシーなナミさんいますか、めちゃめちゃいいじゃないですか、これはフィギュア売れますよ、グリグラですよ、グラマラスですよ、セクシーですよ。黒の衣装でね、はい、ナミさんがすごいキュートな感じになっているわけなんですけども、まあ、ここでですね、僕は思ったんですよね。これ、レゴの家の中閉じ込められてんちゃうかなって。
多分レゴレゴ並みの能力者に閉じ込められたから、このブロックみたいなところにいるんかなっていう、まあ、ちょっとエルバフっぽくないなっていうのも、まあ、気になってるんですよね。でね、まあ、これナミ、おい起きろって言ったから、ナミと、まあ、誰かがいると思うんですけど、このナミを見上げるような視線をしていることから、まあ、もしかしたらこのナミ、おい起きろって言ってるのは誰かわかんないんですけど、今のところ、まあ、ルフィなのか、まあ、ゾロなのか、まあ、もしくはチョッパーなのかウソップなのかわかんないんですけど、まあ、僕は、まあ、ここはチョッパーなんじゃないのかなと。で、なんかチョッパーだからこうやって波を見上げるような視線になってんのかなっていう感じは、まあ、しました。まあ、ただそんなに低いかなっていう感じもするんで、まあ、もしかしたら既存のキャラクターがなんかちっちゃくなって波を見上げてるとかそういったことがあるか、まあ、むしろ波がなんか大きくなっちゃってるんじゃないのかなってっていう気はしましたね。ちょっと周りのものの大きさが普通の大きさかどうかもわかんないし、作り物っぽい花とかにも見えるんで、これって何なんだろうなっていうのがね、まあ、ちょっと思いましたね。で、まあ、ここで重要なのは、まあ、やっぱりね、このナミとか明らかに消えたメンツたちがいるんですけど、その消えたメンツの多くが最初のページでこのアブさんの酒を飲んでいると思われるんですよね。実際ナミもウソップもゾロもサンジもこの酒を飲んでいて、で、まあ、ルフィと、まあ、チョッパーはおそらく、まあ、酒は飲まないから飲んでいないとは思うんですけども、まあ、サニー号とともに行方不明になっているなっていうところがあるなと思ったんですよね。で、僕この共通点っていうのがビビに会ったことがあるメンツか会ったことがないメンツかだと思っていて、このルフィ、ナミ、ゾロ、サンジ、チョッパー、ウソップというこの初期のメンバーっていうのはビビちゃんと会ったことがあるメンバーで仲間のメンツなわけなんですよね。俺だからここでいよいよビビちゃんとの合流イベントも来るんじゃないのかなと。だからこそ、まあ、ここでエルバフ組と麦わらの一味の初期メンバー組に分かれるというイベントが発生したんじゃないのかなと、まあ、そんな感じはしました。まあ、もしかしたらね、まあ、このラミさんが今いる場所すらもモルガンズがま関わっているかもしれないし、まあ、何かね、これがロキの能力かもしれないし、まあ、ちょっとこの辺はね、まあ、すごい気になるなっていうことはね思いました。でね、まあ、なんとね、あの来週もまたジャンプあるということなので、まあ、非常に楽しみにしていきたいなと思っております。はい、まあ、ということでね、まあ、今日の回が面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。明日は3代目のルシキングのすけ海鮮丼による深掘りです。特別な深掘り会なんでお楽しみに。